ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ついに完成しましたね。やっとペアルックが、親父のペアルックがちょっとキモい感じですけど、というわけでくどい感じで、というわけで今回はペアルックでお届けいたします。で、今回ご紹介するお車がこちら、そうです、ランボルギーニウラカンのペルフォルマンテ。めちゃくちゃかっこいいですね。めちゃくちゃかっこいいですね。最近ちょっと中古車の市場でも少しずつ増えてきつつあるんですけど、このホワイトのメタリック、ボディカラーはすごく珍しいと思いますね。ああ、なるほど、いい色ですね。これいい色ですね。で、ちょっと照明の関係で多分オレンジっぽく映っちゃってると思うんですけど、実車はもう真っ白白、真っ白白で、メタリックがかなり細かい、かなり細かいです。メタリックが入ってるお車になります。そうですね。で、ペルフォルマンテっていうのは、イタリア語でしたっけ？パフォーマンスの略なんです。略っていうかパフォーマンスの意味なんです。そうです。ウラカンのパフォーマンスモデル。そういうことです。はい。で、どの辺が違うのか、じゃあ前回りから説明していただいてもよろしいでしょうか。はい。特徴的に皆さんもうネットとかでね、ご承知だと思うんですけど、このカーボンパーツと言ったらいいんですかね。はい。フォージドカーボンですよね。そう、フォージドカーボンですね。で、特徴的な、ALA って書いてあるんですけど、これランボルギーニが特許を持っている製法で作られた、コンポジット。このマーブル模様というか、そう、なんですか。そう、模様のなんかちょっとなんていうんですか、なんかパッと見しづらい、なんかまるで大理石のような。あ、そうですね。なんとなく。ちょっともやもやもやっとした、そうです、ちょっと特徴のあるカーボンパーツが一つ特徴と。そうですね。はい。なのでカーボンというよりもなんか石みたいな感じです。あ、そうですね。柄がそんな感じですね。はい。あとこれですかね。そうなんですよ。ALA。はい。これもなんとも説明しづらいですけどね。これは一応アエロダイナミックランボルギーニ。はい。の商標ですかね、商標というかブランドネームっていうんですかね、の略称ですね。空力パーツですよね。空力パーツです。ここが中がパカパカ開くんですよね。そうです。これが開きます。また後でちょっと後ろの時も説明しますけど、そのフロントとリアもエアロダイナミクス、ちょっと特徴的です。これペルフォルマンテの。ブレーキ時になんかパカって開いてダウンフォースアップみたいなやつですね。その通りです。その通りです。はい。だから動画をいつもご覧いただいている方には、前回ご説明、前々回ぐらい、マクラーレンの650レースの時もちょっと最近のエアロパーツはその高速時のダウンフォースのみならず、ブレーキング時のダウンフォースを得ると、なんていうんですかね、もうレーシングカーですよね。の発想と一緒になってるっていう。ちょっとお伝えしたと思うんですが、この車もそれに準じて設計制作されていると。なるほど。走りに徹した当然ペルフォルマンテなんで、そういったところも細かく通常のウラカンとはだいぶ違いますね。なるほど。はい。で、こちらオプションでこのリップと、そうです。はい。リップというか下の部分と、下の部分ですね。あと横のこのサイドスカートのところが黒くグロスブラックになってるっていう。はい。なってますね。これスタイルパッケージ。スタイルパッケージです。はい。で、ちょっと通り過ぎちゃったんですけど、ボディカラーもこれオプションなんですよね。そうです、オプションです。ですよね。はい。なので細かい、さっきも言ったように細かい粒子のホワイトのメタリックにめちゃくちゃ綺麗なボディカラー。はい。そうですね。で、横に回ってホイールが車外になってますね。これ。はい。ブリックストン。20、21。はい。ブリックストンはアメリカの単造ホイール。そう、単造ホイールですね。はい。最近結構グイグイ来てますよね。来てますね。で、意外や意外、なんかワンピースでシンプルなデザインで、そうですね、なんか純正オプションって言われたら納得しちゃいそうな、ちょっとシンプルなですね。ただ出面は結構バチバチに決まってますね。決まってます。車に対してはすごく合ってるかなと思いますね。はい。で、ブレーキがかなり目立つ感じで、はい、こんな感じでしょうか、横は。そうですね。で、横はこのザ・ペルフォルマンテのデカールとトリコロールカラーのこのストライプが、これカッティングですよね。そうですね。はい。入ってると。そうです。これドアノブもなんか六角形になってるんですね。僕初めてまじまじ見たんで。あ、そうですか。そうそう。で、今回このサイドスカートのこのピアノブラックというかグロスブラックに合わせてルーフも。はい。そうです。こちらラッピングです。そうですね。ラッピングです。だとエンジンフードと。はい。こちらとこちら。なるほど。はい。ラッピングされてます。白黒でこうまとめられた感じになってるんです。はい、そうですね。で、後ろにこう回っていくと、これ後ろかっこいいですよね。後ろかっこいいです。ベルマンのアンティちゃん。後ろかっこいいですよね、ペルフォルマンって、うん、はい、このカーボンな感じがもう前よりこう主張してますよね。そうですね、はい、特徴的です。あとマフラーがこれザ・ペルフォルマンテな感じですよね、はい、SVJ みたいなこのバンパーがクイッて出てくる、はい、位置が高くなっているのとちょっと中央に寄ってるのと、はい、でリアもこの ALA でしたっけ。そうです、はい、はい、ここからエアが出てくるんですよね。ここから出てきます。で吸うのはここからフラップがついてて、こっちですね。はい、吸ってます。でここから吸ってここから出すのと、あとここからも出てくるんです。ここからもエキゾーストのこの上の方に後でエンジンルーム開けると分かるんですけど、ここから空気が入ってきてます。ちょうど対抗があるんですけど、なんかその対抗を冷やす的な意味合いもあるんですか。そう、意味合いもあると思いますね。おそらく考えてるんだと思います。高出力のエンジンなんでなるべくエキゾーストを冷やして。あ、そうですよね。普通のウラカンよりかも30馬力ぐらいアップしてます。そうです。通常が610なんで、この車は640、30馬力アップ。そうです。はい。でディフューザーもこれすごいですね。これもうまんまレーシングカーじゃないですか。もうまんまです。すごい。あ、そして僕今気づいたんですけど、これ一体なんですね。そうです。ここ普通につや消しだから別パーツかと思ったら、一体ですね、これね。一体でじゃあ全部これカーボンなんですね。うわー、めちゃくちゃ高そうです。そして真ん中に、はい、そうです。バックカメラもついてると。そう。で、センサーですね。これオプションです。あ、これオプションなんですか。そうなんですよ。前後センサーとバックカメラはこれがセットのオプションになってます。え、じゃあオプションのあるなしでこれを変えてるんですか。あとそうだと思いますよ。すごくないですか、それ。セットオプションになってます。すごい。これちなみにこのフォージドカーボン、フォージドランボルギーニの商標でフォージドコンポジットっていう名前で多分商標とその製法がまあ申請されてるんですけど、まあ要は金型でこう圧縮して作るんですよね。ということはこれ用に金型を多分2つ作ってるってことですよね。はい。いやすごいっすねこれ。リアすごい。あとちょっと細かくて映らないと思うんですけど、プロテクションフィルム。あ、貼ってあるんですか。貼ってあります。本当だ。全面じゃないんですけど、このタイヤ石を巻き上げるような部分に関しては細かく貼り込んでます。あ、そうなんですね。はい。そしてこれまじまじ見たらすごいっすね。これリアタイヤ丸見えじゃないですか。はい、そうですね。あ、だからここにプロテクションが貼ってあるんですね。はい。結構小石巻いちゃいますから。ただ質感が変わらないようにこのマットのステルフィルムのプロテクションがここに貼ってあるんですか。その通りですね。はあ、すごい。そしてエンジンもマクラーレンと違ってバチンと主張した感じですけど。そうですね。ゴールドなんですね。ブロンズと言ってもらっていいですか。ブロンズですね。ブロンズなんですけど、まあ土は知らないと思うんですけど、ランボルギーニ好きな人はあ、そうだよブロンズだよねって思ってると思います。本当ですか。はい。ゴールドとか言ってんじゃねえこの野郎って。言ってんじゃないですか。怒られてますね。え、これってなんかこのペルフォルマンテだからゴールドなんですか。その通りです。あ、そうなんですか。特別なハイパフォーマンスモデルはランボルギーニはブロンズのヘッドカバーをつけるっていうのは土してるでしょ、もちろん。だから SVJ とか確か同じ色だったの。そう、それと一緒です。そういうことなんですか。だから通常の普通のラインナップで生産されているお車は違いますよね。SVJ だったりこのペルフォルマンテだったりっていうのはブロンズのヘッドカバー。これはハイパフォーマンスモデルを象徴しているランボルギーニの作り方です。知りませんでした。はい。勉強になります。毎回勉強になります。外観はじゃあこんな感じですかね。そうですね、こんな感じだと思います。まあどこがどうってわけじゃないですけど、まあ当たり前にかっこいいですね。まあザパフォーマンスな、そうです。名前の通りパフォーマンスな外観になってるってことですよね。はい。続けてじゃあ内装をちょっと内装を紹介してもらいたいと思います。はい、お願いします。お願いします。そうなんですよね。横に開くんですよね。そうなんですよ。結構こう外で車ウラカンがある時とか、イベントとかでこうウラカンがある時にこう親子連れのお父さんがこれドア上に開くんだぜとかってちょっと子供にこう説明してたりするのを見るとちょっと心が痛くなる感じ。開いた瞬間がっかりしちゃいますからね。そうですね。でもかっこいいですけどね。すごいっすねこれ。全く違います。全部アルカンターラですか。そうです。うん。そして内装もこのフォージドコンポジット、そうですね。フォージドカーボンが随所にあしらわれている感じなんですね。そうです。でもちろんランボルギーニなんでこの辺とかは全部オーダーというか注文時に何色にするかっていうのができるわけですね。そうですそうです。ステッチの色を決めます。はい、なるほど。はい、で今回の車は黄色をちょっとそうです。黒と黄色ですね。はい。はい、まあキャリパーも黄色なんで、はい、統一感を持たせるためにこうなんかちょっとこう差し色ですごく感じがいいと思います、ね。はいはい、なるほど。はい。でこの辺のちょっと、うん。黒ともメッキとも言えないこんな感じのが通常だと、はい、シルバーのポリッシュっていうんですかね、はい、光った部分なんですけど、はい、これはダーククロームになってます。なるほど。これもオプションでオプションです、はい、ダーククロームのパッケージオプションですね。なるほど。あと室内ではい、リバースギアの、はい、ところですね。このレバーというべきかなんというなんていうんですかね。はいそこも、はい、ダーククロームになってます。なるほど。なので全体的にすごく落ち着いた印象。そうですね。はい、はい、だからといっても、まあ、こうクロームなんで真っ黒黒っていうことでもないですね。そうですね、本当に絶妙な感じでだと思います。まとめられてますね。はい。であと予習したところだとなんかシートが普通のペルフォルマンテとちょっと違うシートがついてます。そうなんですよ。どちらかというと通常のモデルに比べて今回ご案内するこちらの原車はラグジュアリー寄りのシート。あ、なるほど。はい。これどちらか選べるんですけど新車の時に。はい。大半がフルバケットついてるモデルばかりだと思うんですけど、はいはい、街中とか、はい、通常乗りに乗れる車なのでそれを考慮して考えると、はい、こちらのシートはすこぶる調子いいです。あー、なるほど。はい、まあ、パフォーマンスの名の通り、うん、まあ、フルバケットっていう選択もあるんですけどやっぱり街乗りで乗るんだったらこの、うん、そうですね、セミバケっていうんですかね。はい、はい。でサイドサポートもこれめちゃくちゃ低いですね。そう、低いんで、はい、乗り降りが楽なんですよ。はい、でも座っていただくと分かりますけど当然スポーツシートなんでサポートはしっかりしてる。はい、ああ、なるほど。はい、横なんかはかなり張り出しがある感じですね。うん、そうですね。はい、僕個人的にはこのシートありだと思うんですよ。でなぜかというと、はい、まあこれもネットニュースで見れば皆さん知ってしまうんですけど、はい、ちょっと前まで、はい、ニュールの記録を持ってた車なんですけど、GT2 に塗り替えられるまではそうなんですよ。そうです。で GT2 のしかも RS なんですよね。でこっちは言ってしまうと普通に街中も乗れる車なんですよ。形はスーパーカーですけど乗るとすれば普通に乗れてしまう。でもポルシェの911モデルの RS がつくモデルってほぼほぼ街中きついじゃないですか。そうですね。はい。もう思いっきり体育会系というか。もうすごいですよね。交差点回るだけでリアデフがガタガタ音がするとか。ペルフォルマンテに関してはそこまでじゃないんですよ。ああ、なるほど。なので、まあ僕個人的に言えばすごい車だなと思います。なるほど。はい。その市販車レベル、普通に乗れる車をベースとして、北コースのレコードホルダーで一時期あったわけですから。素晴らしいと思います。まあその車の性格からすれば別にフルバケットの必要はないかなと。まあサーキット走るとかもう極端に飛ばしたい人は当然いいと思いますけど、普通に乗ることも考えればあと助手席のお乗りになる方のことを考えれば、そうですよね。助手席も人が乗る機会ももちろんありますもんね。そうですね。って考えれば速くて快適っていうところを求めて、まあこのシートもありなんじゃないか。いや、ありだと思いますね。ちょっと乗ってみていいですか。どうぞ。これかっこいいですね。このスカフプレートというか、そうかっこいいですよね。裏缶、そう、これもあれですよね。カーボン。あ、これも何気にカーボンじゃないですかこれね。はい、柄になってますね。なってます。これ裏缶って確かスペイン語でハリケーンの意味なんです。そうなんですよ。イタリア車は多いですね。なるほど。ギブリは砂漠の熱波とか。え、そうなんです。そうなんですよ。はい、みたいな意味らしいです。なんかザスポーツカーなネーミングはいい感じです。いい感じですね。そしてシートもこれやっぱり全然タイトさないです。タイトさないです、はい、で座面ちょっと高いんですけど、はい、でもしっかりサポートされます、はい、っていうのとそのそう低いんですけど、はい、すごく硬さがあってホールド感がちょっとこのウレタン固めっすね。そう。あとはあれですね、アルカンタラのせいか、はい、すごく体がしっくり落ち着くっていうか、そうですね、滑る感じがないんですよ。全然ないですね。なんでむしろいいのかなと思います、はい。でもちろんしっかりのこのパーシート上げ下げ、うん、そうです。なるほど、うん、確かにフルバケじゃない分ちょっとシートポジションはちょっと高めな、若干高めな気がしますね、はい、感じですかね、うん、ちょっと運転してからの視点はこんな感じでございます、うん、はい。なるほど、うん、でステアリングなんかももちろんこのアルカンタラ、アルカンタラ、はい。でセンターマーキングが黄色でこう統一されてると。そうですね、はい、すごい、うん、で中ももちろんこのフォージドカーボン、これすごいっすね、これすごいですね。全部じゃないですかこれ。そうです。エアコンの吹き出しもこのセンターコンソールも、うん、はい。でこの下側とかすごくないですか。下もなんですかこの辺。わあ、これちょっと後で差し込みましょう。はい、すごい、すごいですよね、裏側とか見ると。すごい。室内も、あ、パドルとかも全部これフォージドカーボン。そうなんですよ。すごい、これかっこいいですよね。すごいですねこれ、社外みたいじゃないですか。はい。そしてここにはフォージドコンポジットのこの、はい、商標を取ってるこのロゴが入ってます。すごい。あとここもですね、あ、このメーターフードの上もなんです。そうです。わ、すごい、めちゃくちゃ贅沢ですね。でこの辺のトリム類が全部ブラッククローム。はい。これもですか。そうです、そうです。はい。で何気にこのエアコンのこの引き出しの周りもリングになってますよね、ここね。すごい。でハンドルはこれ、これワイパーですか。ワイパーです。ワイパーこれできるんですか。あ、そうなんですか。すいません、素人丸出しで。本当ですよ、困りますよ。あ、レバーがないと思ったら。そうです。カメラマンがめっちゃうなずいてますけど、ワイパーここなんですか。そうです。ウインカーもこっちなんですか。そうです。でライトと、はい、あとこれメニューと。そうです。モード切り替えここなんですね。それです。これ引っ張ったり押したりするんですか。そうです。すごい、上げ下げで。あ、じゃあないんすね。何にもないんですよ。じゃあもうこのハンドルから手離さないで、もう全部ここでできるっていう、はい、そうです。そこで完結します。あ、そうなんですね。はい。でこのライト類なんかはこの辺に全部、うん、統一感のある感じで全部並んでる感じですね。はい、はい。でハンドルは、うん、一応チルトとテレスコは、あ、そう、結構ね、結構動きますね。調理範囲がね、すごい。はい。めちゃめちゃ動きます。大きいです。はい。よいしょ。なんか怖いです、一つ一つ動かすの。はい、大丈夫ですか。大丈夫です。でこっちもなんかめちゃくちゃ統一感のある感じで、これなんですかこれ。パワーウィンドウ。パワーウィンドウ。これウィングの。違います。これフロントのリフター。これオプションですよね。本当オプションです。はい。じゃあもう段差もへっちゃらってこと。大丈夫です。横滑りと。横滑り。ハザードと。でこれがパークセンサーですね。のオンオフ。はい。アイドリングストップ。オフ。でエアコン周りと。そうです。オーディオ周りとか、はい、はい、オーディオ、あ、ナビとか一切ないんですね。ナビありますよ。どこに出るんですか。それあ、ここに出るのか。うわ、すげえ、もう素人大丈夫ですか今回。アウトですね。アウト。今回ダメですね。ダメですね。ダメですね。はい。あ、ここ全部。あ、そうなんですよ。ちょっとオンにしてみていいですか。いいですよ。オンにするのこれですよ。ポチッ。わあ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 。あ、全部液晶なんですね。はい。あ、でナビも。うん。でこの辺で全部。うん。じゃあ、あ、こっちってこのメーターなんですか。そう。なるほど。でこの辺がナビ周り。そうですね。はい。全部この辺で出てくる感じですね。はい。モニターコントロールできます。いや、いいっすね。もうなんか視点の移動がないじゃないですか。そうですね。でその代わりにこっちに。うん。ちょっとちっちゃいモニターがついてて、この辺でエンジン関係の、はいはい、そうです。油圧、はい、あと油温、はい、あとバッテリーですね。インフォメーションが出ると。そうです。なるほど。でこれがエンジンかけるボタンですよね。はい。これ何の意味があるんですかこれ。かっこいいですよね。はい。かっこいいです。なんかこれ穴が開いてる意味ない気がするんですけど、開いてるとこう、はい。いやでもそしたら蓋の必要がない気がする。急いでる時はこうシュッて。かっこいいんで、あんまりそういうこと言うのやめてもらっていいですか。申し訳ございません。今回も知識量が少なすぎて、ちょっと若干放送事故になっちゃってるんで。はい。これロマンですからね。そうです。なるほど。はい。で、こっちもすごいですね、これ。すごいですね。リバースがこの。はい。レバーになってます。すごい。で、パーキングと。M、これはマニュアルですか。マニュアルモードですね。すごい。パドルもめっちゃでっかいですよね。信じられないぐらいパドルが。でも実際に乗るとこれぐらい必要ですよ。ハンドルと一緒に動かないから。ああ、まあそうですよね。そう、確かに。確かにパドルってハンドル切ってる時って触れないですからね。そう、確かに。これだったらこのぐらい切っても、ああ、そういうのも考えられてるんですね。思いますね。でここはついてないんですね、小物入れとか。あ、ついてないです。ついてない。はい。本当にちっちゃいトレーとチガーソケット、あとこっちに CD と DVD と、あと、SD、そう、スロットルが入ります。あと、ここに。あ、その下もあるんですね。あるんですよ。あ、そうなんですか。すいませんっていうぐらいちっちゃい小物入れが。はあ。もうジュースとか一切置けないですね。一切置けないですね。なるほど。ジュースどころ、携帯置くところもない。何もない。割り切って使ってください。で、このシートの後ろに若干のスペースあるんですか。はい。小さい荷物は置けますね。ちょっとしたバッグぐらいは置けます。そして後方視界はどうですか？ゼロです。嘘でしょ？本当？よくない？いや、見えますこれ？ちょっといいですか？いやいやいや、完璧に見えますね。本当ですか？僕全然平気ですね。ちょうどスポイラーの隙間がまあ見えますけど。はい。どうですか？ちょっと煽られても車種がわからないぐらいの後方視界です。煽られる車じゃないんで大丈夫ですね。そうですね。置き去りにする車なんで。そうです。でもマクラーレン同様、こんなフロントガラスなのに視界がすごくいいんですよ。フロントがね。そうですね。これ不思議ですよね。それ思います。はい。多分ここの傾斜とか、いろんなこと考えられてて、運転席もそうですけど、助手席に座るとなおさらすごいです。なるほど。視界が。そうですよね。運転席でこれだけ視界がいいところ、こうメーターフードとかないわけですから。そうなんですよ。そしてこのアルカンのダッシュボードなんで反射がほとんどない。うん。はい。すごく。でも見た目も落ち着いて、そうそうそう、落ち着いてる感じだし、高級感もすごいあります。なるほど。はい。そしてこの申し訳程度のサンバイザー。サンバイザー。はい。これいりますこれ。本当にちょびっと。はい。わずかこれぐらい。いや、これ大活躍かもしれないですよ。もしかすると。やっぱりこう照明とか一切ないんですよ。ないですね。すごい。で、天井も全部アルカンです。そうですね。なるほど。こんな感じでしょうか。こんな感じです。はい。こことかかっこいいですね。これかっこいいよね。で、グローブボックスも。うわ、狭っ。ETC が入ってるだけ。はい。はい、続けてじゃあボンネットをちょっと見てみたいと思います。ボンネットはこの運転席の足元のボタンで開けるみたいです。はい。そしてボンネットが、はい、狭ーって狭くないですか？狭いですね。はい、はい、まあいろいろ土方さんとちょっとトランクとかボンネットとか、はい、いろんな車紹介してると思いますけど、過去最小ですよね。そうですね。やっぱりこれすごいっすね。そう。でもウラカンは、はい、このモデルは四駆じゃないですか。だからいろいろなこうパーツがこうね、見えないところでギュッと盛り込まれてるんで、どうしてもこういうところ圧迫されちゃう。確かにポルシェの時もなんか四駆にするとちょっと狭くなるなんて話ありましたけど、そうですね。ウラカンだともう漏れなく四駆だから、もうこれこうなんでしょうね、おそらく。申し訳程度のこれ、ボディカバーですか？そうなんですよ。ボディカバーしまうと、インしちゃうと、もうほぼ何も入らないという。そうですね。ボディカバー用の収納ですかね。収納な感じですね。はい。なるほど。うん。まあまあでもこの点はまあこの辺はないよりかは全然。そうですね。あった方が。はい。で、まあ先ほど室内見ていただいた時にも触れたように、若干こうバックレストの後ろがバッグ置いたり、コート置いたりのスペースはありますので。はい。何も置けないっていうこともないと思います。なるほど。はい。じゃあまあ最小限ではあるけど、まあ一応使えるレベルではある。そうですね。はい、まあゴルフ行ったりするような車ではないですから、ね。全くその通りです。はい。まあちょっと出かけたりとか走りに行ったりとかっていう車ですからね。はい。なるほど。いや、ちょっと想像以上にちっちゃかったです。はい。はい。で、これシガはあれですか？これも充電用ですか？そうです。これ充電用ですね。なるほど。うん。すごい。あと、はい、こちらとこちら、はい、これなんですか？これ開けますよ。ここの三角形にジャストフィットで収まってますけど、はい、あ、車載工具と工具が入ってます。これが何ですか？これがパンク修理キットかなんか、充電の、あ、あれごめんなさい、パンク修理キットですね。そうで、パンク修理のコンプレッサーと、はいはい、こっちのそっちに、はい、ちょっと土開けて。そう、ちゃんとこれガタガタしないようにマジックテープ、そう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 、ちゃんと貼り付けられてます。で、ここに何でしたっけ、このパンク修理剤、そう入れるパンク修理剤、へえ、あとでレザーの手袋も入ってるんですね。手が汚れない。すごい。ランボルギーニ。でも手が汚れないのになぜ白くしちゃったんですかね、これ。ちょっと不思議なところですね。手は汚れないですけど、手袋はめっちゃ汚れちゃいます。これはコーティングのメンテナンス剤ですね。というものが入っております。なんかこの辺の付属品もめっちゃ洒落てますね。そうですね。はい。すごくいいと思います。かっこいいですよ。かっこいいですね。まあ細かくいろいろ考えてるんですよね、やっぱり。なのでこういう形でなるべくスペースを有効利用しようと。ジャストフィットですね。ジャストフィットです。へえ、そうなんですね。はい、ありがとうございます。はい。じゃああとトランクというべきエンジンルーム、エンジンフードはいはいを開けましょう。はい、ちょっとエンジンフードを続いて見てみたいと思います。エンジンフードはキーオンで、そうです。トランクの下のボタンでしたっけ？はい、下のボタンです。押してもらうと開くと。はい。よいしょ。わあ、これ絶妙にやっぱりこうかわすように。そうですね。わ、すごい。これだって開けるとき当たっちゃったら笑っちゃうでしょ。まあ確かに。当たり前ですけど。はい。これですね。すごい。ブロンズ。ブロンズ。ブロンズです。はい。ゴールドとかいうやついるんですかね。信じられないですよ。はい。でこれフードもこれすごいですね。カーボンなんですか？そうなんですよ。すごい、うん、これ多分これだけで3桁万円じゃないですか。すごいと思いますね。ですよね。はい。はあ、でここはちょうど ALA の取り組みっていうのが、そうです。あ、さっきお話ししたここに繋がってるんですね。そうなんですよ。ああ、なるほど。で、そう、片方が分かりますか？エキゾーストの方の層で入っていきます。でもう片方はここを抜けてスポイラーから空気が排出される。すごい。そのちょっと動いてるところを当然目視はできないんですけど、そのメーカーが言うにはその片方の空気でコーナーリングの左右バラバラに動いてるんですか？そうそうそう、そういう機能らしいです。で、そのフロントとリアの相乗効果でコーナーリング時のダウンフォース、あとブレーキング、そういうものを全てこうトータルで考えてる力だそうです。じゃあこうロールした時にこう持ち上がった方を下げるようになってるんですか？だと思いますね。すごい。あとはブレーキング、ストレートでの思い切りのブレーキングの時に安定させるとか、そういういろんなシチュエーションによってこのバルブのコントロールされてて、開ける開けないっていうのを判断してるみたいです。レーシングカーじゃないですか。でもまんまレーシングカーですよね、考え方は。すごい。そしてこっちも全部カーボン。カーボンです。いや、すごい車っすねこれ、うん、すごいですよ。でエンジン的には V10 の、うん、5.2 ですね。 5200cc。 はい。で最高出力が640馬力。はい。で重量的にはなんか40キロぐらい普通の裏側より軽くなってる。軽くなってます。はい。軽くなってて、なおかつ30馬力アップ。なるほど。はい。けど意外や意外そんなにスパルタンじゃないっていう。そうですね。普通に乗れる、まあ普通に本当乗れます。はい。なのでなんていうんですかね、こういういろんな部分も考えられてて。ちょっと前だとやっぱりなかなかこう水がこうエンジンルームに全部入りやすかったり、いろんなこう心配事があるじゃないですか。これこう見てもらうとカメラさん映ります？こういうところ。これどうなってるんですか？これだから空気抜くんですけど、空気取り込むんですけど、雨は入らないように、はい、って考えられてるんだと思いますね。ちゃんとこうレールになってるんで、ずっと下にこう落ちていく感じっていう、はい、締めるとそういうふうになってるっていうことですね。いろんなところがいろいろ考えられてる。これ当然カーボンだから締めるときはこうそーっと、はい、落としてもらう。落とすタイプですかこれ？いや、そーっと一回落としてから、はい、でグイッといけば。なるほど。いや、ちょっとこれ扱いも知らないと壊しちゃいますね、はい、これ。緊張しますね。でもそんなに難しい車ではないので、はい、全然大丈夫です。なるほど。マフラーの音をせっかくなんで聞いてみたいと思います。はい、はい。でモードの方がなんか3つあって、ストラーダ、スポーツ、コルサ、はい、コルサが一番スポーティーな先としようかなみたいなんで、ちょっとそれで音が変わるみたいなんで、ちょっと聞いてみたいと思います。お願いします。じゃあそのままちょっと透過類を見てみたいと思います。じゃあ後ろからお願いします。あ、これがブレーキですか？はい、ブレーキです。はい、Y の字にこう光って真ん中光る感じですね。あ、ポジションが同じようにここが光る感じですね。ウインカーお願いできますか？はい。あ、ウインカーはちょうどこの上が3つバーがあるんですかね、光る感じです。バックいけますか？はい。あ、バックはちょうどその下のところが左右2つ光る感じですね。バックボグがあります。あ、バックボグがこの一番内側が両方光る感じですね。ありがとうございます。ちょっとじゃあ前も見てみたいと思います。あ、これデイライトですか？はい。デイライトめちゃくちゃかっこいいですね。かっこいいですね。ちょうどこのなんて言うんですか、 Y の字というかこう、はい、縦にこう流れる感じで、でスモールにするとそれがそのまま暗くなると。そうです。はい。でライトつけると両方プロジェクターが2灯光ると。はい。あ、でハイビームは外側が上に上がるんですね。そうです。ウインカーいけますか？あ、ウインカーはこのスモールのところが色が変わって光るんですね。わ、すごい。わわわ。めちゃくちゃ凝ったライトですね。ありがとうございます。リフターの動きも見てみたいと思います。結構上がりますね。ちょうど指3本ぐらい余裕で入るぐらい。あ、結構動き早いっすね。で下ろすともう指1本ぐらいですかね、うん、ちょうどこのぐらいは上がります、ね、3、4センチ、はいはい、うん、上がってますね。ありがとうございます、はい、じゃどこにでも行けるっていう感じではないですけど、まあ、普段使い、うん、ちょっと気をつけてあとリフター活用してもらえば。そうですね、はい、うん、そんなに気使わないでいいと思います。まあ、当然気使わないでいいですっていうのは変な話ですけど、もともとがあまり高くないっていうのと、はいはい、あとはカスタマイズされてて、はい、ノビテックのダウンサース入ってるんですよ。あ、そうなんですよね。こちらの車ノビテック、ヨーロッパのチューナーノビテックのダウンスプリングでちょっと車高が下がってる。そうですね。はい。で、純正でもともと車高調がついてますので、若干の調整はできますし、この個体で言えばノーマルのサスとノーマルのホイール、あ、そうなんですか、はありますので、お付けすることも。ノーマルを渡しすることも可能です。これ低くてちょっと苦手だなっていう方は、はい、足回り元に戻して車高を上げたりっていうのもできるんでご相談いただければ。うん、そうですね。はい。あ、そうなんですね。うん、いや、ウラカンちょっと本当にまじまじいじったりとか見たりしたことなかったんで、めちゃくちゃ新鮮です。なんか正直言うと、多分小声で言ってますけど全部拾ってますよ。はい。でも正直言うと普通に首都高とか一般道をなんていうんですかね、乗りやすいったらおかしいですけど、多分ウラカンの方がいいかと思います。サイズ的に結構ちっちゃいんですよね。そう。アベンタより。アベンタがその大きすぎるじゃないですか。まあ当然トップオブランボルギーニなんで。大きいしエンジンも大きいので当たり前なんですけど、それから比較するとウラカンって乗りやすいと思います。ボディサイズ的に、そう扱いやすいですよね。そしてマフラーの音めちゃくちゃいい音ですね。めちゃくちゃいいですね。これノーマルですよね。ノーマルです。はい。もうバルブが開いてる状態だとものすごくレーシーな音するし、閉じてでもなんかこう乾いた音です。そしてレスポンスがなんかめちゃめちゃいいですね。なんかバイクみたいな。そうですそうです。はい。すごいですね。すごい車です。で、あとは、はい、まあ音もそうなんですけど、はい、走り出した時に、はい、DCT、はい、リアルクラッチトランスミッションなんで、はい、乗りやすいです。すごく。なるほど。うん。その辺がいいですね。はい。ランボルギーニでいう LDF ですね。はい。え、ウラカンは DCT なんですか？そう。LDF は途中から LDF がモデルがウラカンは入ってます。あ、そうなんですか。そうです。はい。あ、全然知らないやっていう顔してましたね。全然知らない。はい。そうです。ワーゲン譲りのこのそうだと思います。そうですね。はい。で毎回土方さん聞いてるんですけど、この車もし手を加えるんであれば、ちょっと打ち合わせしちゃったんで若干やらせになっちゃうんですけど、これを若干やらせですね。これがちょっとね、意外になんかこうちょっと僕らでもあれですかね、アウディとか見てるんで余計ちょっと共通の性を持たせた鍵なのがちょっと。なんかちょっとそけないかな。そう、良くも悪くもシンプルすぎますよね。で、ボンドグループで流行ってるのがこのここですよね。このロゴのところに色を入れる。ボディカラーが定番ですよね。そうです。はい。今回の車中黄色が使ってるんで、黄色入れてもいやかっこいいと思いますよ。いいかなっていう。定番中の定番ですね。最近のカスタムとしては。ていうかランボの鍵まじまじ見たんですけど、こんな形なんですよ。そう、ここが。へえ、なるほど。でメカニカルキーもついてると。だから車基本的にこう出来上がっちゃってるんで、まあそうですよね。毎回なんですけどね。なのでこれからやるとすると色を変えるかホイールを変えるか、ホイール自体の色を変えるっていうのもありですし、例えばですけどこういうポイントで今グロスブラックになってるところ。こういうところを色を変えるのもありかなと思います。あとは純正に戻したりとか。そう。あとあれなんですよね。今回のお車前回りも全部プロテクションが貼ってあるお車なんで、この辺です。はい。本当にそのままお乗りいただいて、はい。全然 OK な。全然 OK だと思います。お車っていうことですね。はい。はい。というわけで今回はボンドカーズ東京よりランボルギーニウラカムペルフォルマンテをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。